マリサー。マリサー。どうしたんだぜ、これ見てよー。なんというか、本当かどうか悩むところだな。え、どういうこと？というわけで早速解説していくんだぜ。さて、今回小池都知事がどうやら過労で倒れたみたいだな。いやいや、さらっと言うけどどう見てもやばくない？ふむ、まあやばいな。実際、東京って小池氏のブランドや、どちらかというとワンマンプレイが多かったからな。確かにそういうところあるよね。なんか東京の政治イコール小池百合子みたいなイメージある。でもさ、実際何が起きたの？コロナでオリンピック中止もできなくて板挟みで逃げたの。変なこと言うなし。さて、今回東京都は小池氏が極度の疲労により、療養が必要になったとして、公務を取りやめると発表したんだぜ。え？いやいや、何があったの？てかその間業務はどうなるの？今大事な時期じゃない？まず、今回の件で公務については、副知事が引き継ぐとしていて、そして病状については、結構前から声が枯れていたりして、謝る場面があったりなんかしたみたいなんだぜ。正直オリンピック開催まであと1ヶ月なのに、大丈夫なの？って思っちゃうね。正直反対すべきだけど開催せざるを得ないみたいな、ところですごい心がやばいことになってそう。まあ、実際オリンピックはもう中止はない状態だからな。あれなんで開催するんだろうね。他国の圧力とそもそも日本に延期などをしておく体力がもうないって感じだな。ぐぬぬ。こんなに歓迎されてないのに不思議だね。まあ、確かに開催に対する不安はあるかもしれないが、ぶっちゃけここまで来たらもう止められないので、私たち市民はとりあえずオリンピックに、反対すべきところは反対すべきだけども、普通にテレビなんかで放映される分には、楽しんでいいんじゃないかな。結構そこら辺適当なんだね。まあ、何事も意固地になりすぎないようにってやつだな。ものは異様だね。さて、ところで明日は何の日か知ってるか。敬老の日ですか？おい、祝日な面なし。明日は予定では都議選の告示の日だな。え、もう都知事が変わっちゃうの？え、お前、都知事選と都議会選を勘違いしてないか？え、同じじゃないの？全く違うぞ。え、そうなの？まず、都議選は文字通り、都知事ではなく、東京都の議員を決める選挙なんだぜ。議員なの？議員だぞ。もっと言うなら42個の東京での選挙区で合計で127人が選出されるぞ。結構多いんだね。ちなみに都議会議員は国会議員よりも、一説には特権だらけですごい儲かると言われてたりするんだぜ。え、そんな儲かるの？政治家とかって公には言えない、金銭によらない利権や資産などあるから個人差があるが、議員報酬だけで1200万、さらにそこに政務活動費700万、ボーナス400万、おおよそ2400万円はデフォでもらってるんだぜ。めっちゃ高級取りやん。まあ、逆にこれが年収300万とかだったら、本当に誰もやらないだろうな。あと、自分たちの未来を動かす人が、お金に困るっていうのも考えものだしな。ぐぬぬ。そう言われると、でもやっぱり都民が苦しい生活をしているのに、議員がノウノウとしているのは腹立たしいんだけど、そんな金あるなら給付金に回せよって思っちゃうよ。まあまあ、厳密には東京都のお金なわけで、それとよく政治に対して議員の給料払うぐらいならっていうが、こういう話題は結構感情論になりつつあるが、やっぱり議員という仕事は、少なからず他の人よりかは当たり前に責任があるんだから、それに対する報酬は払われるべきだと思うぞ。責任って、飲み会してやらかすイメージしかないんだけど。まあ、一部は否定しないがな。とまあ、そんな感じで小池氏の動向とオリンピックについて、しばらく様子見をしていく形になるな。そういえば最近更新がなかったけどどうしたの？素直に夏で忙しかったです。というわけで今回は短めだけどこんな感じなんだぜ。次回からはこれぐらいの5分10分前後の長さで、またコンスタントに更新していくつもりなので、もしよければまた見てほしいんだぜ。最後に高評価と、チャンネル登録を押してってくれると私が、めっちゃ喜んだりします。
コメントなんかがあると参考にさせてもらったりして、更新が早まることもあります。それじゃあまたねー。